作業船海進のクレーンによって水深10メートル付近まで引き上げられた KAZUNの船体、上空からもその様子が確認することができます。沈没から1ヶ月、その KAZUNの船体の様子が上空からもはっきりと見て取れます。午後3時ごろ、海底およそ115メートルに沈んでいた観光船 KAZUNが深さ20メートル程度の海中まで引き上げられました。沈没事故から1ヶ月、事故の原因究明に向けて大きな局面を迎えました。なぜ船は沈んだのか、鍵となる船体の引き上げが行われる今日、私たちは海からも取材をしました。港を出ると波と風が強くなります。沈没現場に近づいてきました。港と風向きも変わり強くなってきたのが分かります。 KAZUNが沈んでいたのはおよそ115メートルの海底です。潜水士は特殊なカプセルの中で気圧に体を慣らす飽和潜水と呼ばれる方法で潜り、海中で引き上げ用のベルトを KAZUNにくくりつけます。午後2時過ぎ、船体の引き上げが始まりました。この先に見えるのが作業船海進です。現在 KAZUNの引き上げ作業を行っています。現在波は50センチほどですが、ところどころ大きく揺れ、立つのもやったのぐらいです。沈没地点でベルトをくくりつけられた KAZUNは作業船海進によって海面の20メートルほど下まで吊り上げられます。そして海進は船体を海中で宙吊りにした状態で水深の浅い海域、斜里沖まで移動させます。作業開始からおよそ2時間後、釣り上げられた KAZUNは作業船に固定されました。長いロープのようなものがこの黄色い器具に巻き付けられました。しっかりと固定して、この後海進は KAZUNを曳航して網走沖、あるいは斜里沖の海の状態が安定したところで KAZUNを船の上にと引き上げる予定です。 KAZUNは明日にも作業船の上に引き上げられ、その後網走港に陸揚げされる予定です。今後海上保安庁などが船体の状況を詳しく確認し、事故の原因について調べるを進めることにしています。